安田長秀は、戦国時代の武将、上杉氏の家臣、越後国北貫原郡白川省の安田城主。安田氏は、北越後の豪族、洋北州の一つ、関武平氏大城氏竜城氏の末裔とされる。上杉謙信の家臣に、安田影元、安田健元、安田能元などの同姓の人物がいるが、こちらは、大江勢安田氏であり別の一族である。 根拠もそれぞれ安田城ではあるが、長秀の平聖安田氏は、越後貫原郡の安田城主であり、大江聖安田氏は、越後刈羽郡の安田城主である。また、出自から長秀の方の安田氏を、大海安田氏、影本らの方の安田氏を、毛利安田氏と呼ぶこともある。長秀の資料所見は享禄4年であり、その頃すでに、長尾た影に属する豪族の一人として署名が、 見られる。以降は、通称の、事務所有として、資料上参見される。なお、安田市警府では別称を、田島守るとしたとしているが、資料上からは確認できない。上条定則の乱で、長尾氏に従って、以降、長尾氏上杉氏の家臣として従い、特に A64 年の川中島の戦いにおいては、上杉正虎従って優先し、 同じ挙北州の色部勝長、中城藤助らと共に、謙信から血染めの感情を賜った。謙信の死後に起きた、お立ての乱では、上杉影勝を支持。安田城は、上杉影虎を支援する足なしによる攻撃を受けている。長秀と否定されている、安田寺武将優の資料終わりには、天正9年である。没年は、 長秀の末裔が仕えた、米沢藩が後に編纂した、五家中書子役系譜によると、天正十年、安田氏の家督は、川田元親の三男であるようが相続した。一方、長秀の末裔が幕末に編纂した安田氏系譜では、長秀の没年を、工事2年とし、以後に、資料上現れる安田寺武将優は、長秀の子で、なお、安田有り家としている。 前日の通り、安田調子の引く、安田氏警府によると、安田長秀は、工事2年に没死しており、川中島の戦いやを盾の乱で活躍した、安田事武将友は、長秀の子にあたる、安田有重の自席であるとしている。同系府によると、有重は、長秀の実子で、母は、長尾正景の妹。妹に、下條忠隆と、安田健親の室がいる。 国家中書主略刑譜などで長秀の養子とされる安田健親は有重の養子であり、有重は文禄二年四月八日に没。改名は自称院伝本安と主元古事で、母書は父、長秀と同じ米沢市の上安寺にあるという、ありがとうございます。